どうも夏目くです。どうもなるみです。久々にお便りを読ませていただこうかなと思いまして。読みましょう。はい。ラジオネームゆうさん。ゆうさん YU とか言ってゆうさん。はい、はい、私の元同僚にいましたけどね、ゆうさんって人。お、うん、本人か分かんないですけど、戸籍のゆうさんの戸籍のゆうさんですね。なるみさん、夏目さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ボイシーでどんぐり FM を知り、めちゃくちゃハマり、ポッドキャストで過去放送を遡って聞いています。お二人の雑談が大好きです。お二人に質問です。好きなカフェや喫茶店があれば教えてください。配信楽しみにしてます。ラジオネームゆうさんでした。ゆうさん、ありがとうございます。というわけで、ありますよ、ラスメさんって。好きなカフェや喫茶店、行かなそうだよね。スタバとか行ったことない人間じゃないですか、夏目さんって。いや、ありますよ。それはね、それはありますけど。入ったことある？入ったことありますね。入ったことあるけど、なんだろうな、カフェで作業みたいなのもほんととんとやってないからな。うん。あ、僕の結論は一番その、うんうん、多分カフェって、うん、何らか時間を潰す時に僕は行くことが多いんですよね。はいはい。だから一番その時に近いカフェがお気に入りっていう、うん、その時いるところにいるっていう。そうそう。そっかそっか。なんかあります？なるみさん。僕コメダコーヒーすごい好きですね。あー、名古屋の。そうそう、名古屋の。はいはい。あのマウンテンみたいなやつですよね。マウンテンみたいなやつ。マウンテンを知らないんだけど。え、知らない？知らない知らない。え、コメダって言ったらマウンテンでしょ。コメダといえばマウンテンなの？ちょっと待ってよ。コメダ、コメダはあれですね、モーニングが有名ですね。そう、モーニングは安いですよね、うん、あのコーヒーを頼むと、うん、トーストと卵とか、うん、サラダついてきちゃうっていうね、うん、そういうのがすごいいいですよね、うん、あと全席電源があって。コメダ、うん、へー、知らなかった。で、椅子もふっかふかなんですよ、あそこ。へー。で、コーヒーちょい高めで、まあ、500円とかするんですけど、その分あの設備がいいんですよ、すごい。へー。あの都内最近増えてきてるんですけどね、まだまだ数少ないから結構混んでてなかなか入れないんですけど。どこにあるんですか、都内に。いや、でもね、池袋とか高田馬場とか新宿とか。あ、結構あるんですね。山手線のその主要な駅どんどんできてきてる感じじゃないですか。うーん、ちょっと前まではね、あのロードサイドばっかだったんですよ。はいはい。でも最近都心に増えてきて。へえ。見つけたら僕入っちゃいますね。スタバとかタリーズよりもコメダがあったら行きたくなっちゃうな。コメダ日本に812店舗、結構ありますよね。あのね、結構あとご飯も美味しい。へえ。サンドイッチとか割と美味しい。ちゃんと行った記憶がないな。行ったことあるのかな。地元じゃんよ、だって。いや、でも僕がいたのってだってもう学生の時。結構前か。そうそう。その時あんまなかったの。いや、多分あったと思う。店舗数は変わってないと思うんですけど、うん、だって当時ってまだ高校生とかさ、あんま行かないよね。中高生でそんな行かないんで、うん、そうだよね、うん、でもう大学生とか大人になっちゃってからはもう出ちゃってるんで、うん、へえ。コメダね。コメダは、うん、どうやってこれ儲かってんでしょうね。だって、ね、椅子ふかふかにしちゃったらコーヒー一杯で長居しちゃうかもしれないし。 そこにいる人は大体長居するんですよ。長居しちゃダメでしょ。僕いつもそこ行くと仕事してますし、あれ、これ隣の人は延々とスマホでゲームしてましたからね。ほら、数時間帰れよ。うん。でも居心地いいじゃん、ふかふかだし。うん。でもなんで儲かるのか分かんないですよ、そうなるね。うん。だって飲食店ってめっちゃ雑に言うと客単価上げるか客数上げるかじゃないですか。そうそうそう、うん、で何回転させるかじゃないですか。うん。東洋経済とかにコメダがそれでも儲かる理由みたいな記事がありそう。ありそうですよね。なんかむちゃくちゃあれかな、めちゃくちゃあの原価率いい、これ1個売れたらなんか 7万円のコーヒーみたいな。本当は2円だけどみたいな。でも値段はしっかり取る方なので、うーん、単価が高いのか。高いと思いますよ。へえ。多分あのコーヒーとかもね、うん、なんだろう、量多めのコーヒーってあるんですよ、うん、1.5 倍入ったやつ、うん、それが700円800円とかして、うん、割とみんなそれ頼んでるから結構単価高いんじゃないかな。へえ、うん、そうなんだ。
なるほどね。コメダ行ったことないよ。行ったことない。行ったことあるかもしれないけど、なんだろうね、なんで儲かんだろうね、うんうん、ちなみに気づきました、うん、コメダじゃなくて喫茶マウンテンでした。僕、喫茶マウンテン、はい、僕が言いたかったの喫茶マウンテンは何なの。喫茶マウンテンでちょっと画像検索してみてください、はいはい、これどこにあるやつ。名古屋です。名古屋なんだ。すごいねこれ、生クリームが乗ったパスタ。そうそう、なんかねちょっとね、あの、うん、なんだろう、オリジナリティ溢れる。すごい、これ完全名古屋って感じの。なんかこれ見るだけ、ね、あの画像検索だけでちょっともうちょっとお腹いっぱいだなってなりますね、うん、そう、みあのすげえ緑色のパスタの上に真っ白な生クリームのってやつとかあるね、うん、これそうそう。なので名古屋喫茶店って言ったら僕の中ではマウンテンが出てきました。ここ行ったことあるの。ないです。これ気持ち悪いねもうね。そうそう。へえ。あとね僕ね、はい、高田馬場にある、はい、ジュードカフェっていうのはすごい好きなんですよ。お、はい、知ってんの。はい、なんで知ってんの割とマニアックな1店舗しかないんですよ。あの神田川沿いのとこですよね。神田川沿いのとこ、なんで知ってんの、はいはい、僕あれオープンの時になんか手伝いましたよ。え、そうなの。あのもともとジュードバーっていう、うん、あなたの人生を、うんうん、10度って角度の度ですね。あ、そうそう、あの店10って書いて度の角度の度なんで、ね、そうそう、人生をそんな180度変えたり90度変えたりしないけど、うん、10度だけちょっと楽しくするよっていうバーがあって、それあれなんですよ。そうなんだ。あの結構知り合いの、あの、うん、総大生で作ったんですよ、うん、で、宇治くんさんみたいな。宇治くんさんもそう、知り合いの総大生ですあのもっとあの上の人たち結構昔からあるんですけど、で、あの僕学生時代ちょいちょいそのバー行ってましたもん。マジで。そうそう。で、あの今カフェだよね。あ、でもね、ジュードバーなくなっちゃったのかな。ジュードバー場所変わったのかな。ジュードバーバーはバーで移転して残ってるの。移転したんでしたっけ確か。そうなんだ。で、それがカフェ作ったんですよね。うん、そのカフェがさ、居心地よくてさ、うん、あのやっぱ Wi-Fi もちゃんと飛んでて、うん、各席に電源があって、うん、椅子がふっかふかなんだよね。あとコーヒーも安い。でおかわりがもっと安いみたいな感じで、僕も一気に原稿を仕上げたいときとかはジュードカフェに行きます。あ、そうなんですね、うん、へえ。今でも。今でも。へえ。休みの日一日中ジュードカフェにこもるとか。あ、そうなんですね、うん、会社終わってからジュードカフェに直行して続きやるとか、かなり使ってるんですよ。へえ。あそこいいですよ。昔あのすぐ近くに、うん、あの知り合いの家があったんで、うん、なんかあの辺プラプラしてました、ね、あ、そうなんだ。そうそう、そっかそっか。いや、まさか知ってると思わなかった。お気に入りのカフェね。なんかこういう時にかっこよく、うん、言いたいな。もうないんでしょ。ないカフェじゃないんですけど、これって何を聞きたいんだろうな。この人はカフェが好きだから行きたいのかな。多分この人はカフェが好きで、多分新しいものを知りたいんじゃないですか。なるほどね、うん、なんかかね、例えばカフェって僕狭いのあんま好きじゃないんですよね、うん、いいんですけど、うん、あのだったら例えば、うん、あのカラオケだと、うん、あのめっちゃ広くコロコロ使えるし、あ、そうだね、うん、もう多少もうなんかちょっとベルトとか緩めちゃっても大丈夫だし確かに、うん、とかなんかそういう、あと漫画喫茶かな。僕は僕満喫、いい、ね、僕満喫行っちゃうで、満喫で漫画読まずに、うん、あの作業しますね。それいいよね、はい、うん、しかもあれ、これいいのか分かんないですけど、マンボウとかだとあの、うん、後ろのパソコンの有線プチって抜いて自分の有線にパチってさせば、あの、そっか、そうそう、有線を使えるんで Wi-Fi じゃなくてより強いし、それいいね、うん、で僕あのマンボウもそうですし、いくつかのあのなんだろう、漫画喫茶の、うん、Wi-Fi パスワードあの保存されてるんで、うんうん、結構どこ行っても快適に。そっかそっか。しかも誰に話しかけられることでもなく、で、まあ音楽聞くなり、音楽聞かなくて飲み放題だしね。そうそう、うん、そこでなんかまず最初にこうパソコンガガってどけて、うん、卓上にある、うんうん、で自分のスペース作って、なんかそれが多いかな。それも全然ありだな。だからお気に入りのカフェは漫画喫茶みたいな。漫画喫茶行くとついついあのコンポタージュ飲みすぎちゃうんだよな飲まない飲まないそれが多いかもしれないですね。満喫さ、会員権だるくない？なんか持ってないです。え、持ってない？なんか会員権ないとさ、あれパソコン使わない、ちょっと高くなる、もしくは、うん、あのパソコン使うときは会員権必要なんですよ、うん、そうなんだよね。でも使いませんって言って、うん、
あでもパソコン使わない部屋でもあのLANケーブルはあるの？ありますあります。あてかパソコン使わない部屋っていうか全部にはあって、うん、あのパソコンが起動できない、もしくはなんかあの、あ起動できないんだ。起動できない、もしくはなんか使おうとしたらダメだよってなってるだけで、うん、そうなんだ。じゃあ会員権持って入る人っていうのはその使っちゃダメだよを解除されるんだ。そうですね。あそうなんだ。で僕会員権とか全く何も持ってないんで、はいはいはい、あそっか、じゃあそれでいいね。うん、うん、そうですそうです。 Wi-Fi というか使えればいいだけだもんね。うん、そっか。あじゃあ僕も満喫にします。うん、おすすめの満喫あるんですか、ここがいいみたいな。いやでもこれ前も話しましたけど、あの、うん、何を求めるか次第ですけど、うん、あの漫画として漫画を欲しいと思って求めるんだったら店長やその店舗といい本だの持ってるかみたいな、そうそう相性が合うとこですね。うん、で、あれか作業するっていう観点だと、うん、どこだろうな、もうあんまりそんなに違いはなさそうだけど、でもあれがいいですね、なんだっけ、フラットじゃなくて、うん、ちゃんとリクライニングとか、うん、椅子、あ、そうなんだ。だって椅子にしないとちょっと座りながら作業大変じゃないですか。そう、僕もフラットにしちゃってね、寝ちゃうんすよ。家帰れ。本当だよね。カフェっていうのが僕あんまり使わないんですよね。なんか家で飲み物僕も買ってババって飲んで終わっちゃうんで、うん、かもしくはもう家で飲めばいいし、作業も別に家でしちゃうから、ね、生茶しか飲まないもんね。そうそう、うん、うん、カフェってあんま使わないんだよな。そうだよな、僕は1日1回ぐらい行ってるかもしれないけどね。うん、うんうん、はい、というわけでおすすめとしては漫画喫茶か。いいのこんな回答で。柔道カフェか。ああ、柔道カフェいいですね、うん、確かに。あそこぜひ行ってほしいですね。はいはい、ゆうさんどこ住んでる人らか分かんないですけどね、はい、もし都内だったらね。そうですね、柔道カフェはめっちゃいいっていう。 JR の高田馬場駅から歩いて5分かかんないぐらいかな。そうですね、神田川に向かって歩いていけば目の前にブックオフがありますね。ありますね、うん、ああ僕あそこ学生時代の時めっちゃ行ってました。そうなんだ。そうそう、なので、うん、ぜひ柔道カフェに行ってみてください。はい。